お元気ですか？ボクシミでございます。今回は2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第10回目でございます。本当はね、10袋焼いたかったんですけどね、ちょっと私のね、ちょっと都合によりましてですね、5袋になりましたね。その辺はご了承ください。またね、ラッキーカード引きたいなと思っております。それでは早速開封していきたいと思います。10回目の1袋目でございます。で、キラカードが出ましたね。東京ヤクルトスワローズの山田哲人、内野手のキラでございます。で、阪神の選手会長の中野拓夢、内野手でございます。2袋目でございます。で、ヤクルトスワローズのミゲル・ヤフーレ投手でございます。阪神タイガースの近本浩二、外野手でございます。3袋目でございます。で、またね、キラカードが出ました。横浜 DeNA ベイスターズの牧秀悟、内野手でございます。で、巨人の選手会長の大城匠、捕手でございます。4袋目でございます。キラカードがね、また出ました。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。で、阪神タイガースのジルドン・ノイジー、外野手でございます。で、最後の5袋目でございます。中日ドラゴンズの大野雄大投手でございます。で、最後は広島東洋カープの堂林翔太、内野手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第10回目終わりたいと思います。で、しばらくね、ちょっとこの開封動画はお休みとしまして、またね、下旬あたりからね、また新作が出る予定なのでね、それをね、やっていきたいと思います。ひょっとしたらですね、またね、2024のプロ野球チップス11回目やるかもしれませんけどね。うん。はい。でもね、やらない方向で、詰めておりますのでね、その辺はご了承ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。